夏休みに家族と一緒に九州にやってきたしんのすけ。不思議な恐竜が現れたり、埼玉の春日部にいるはずのお友達がなぜかここにもいたり、その原因は多分この自称マッドサイエンティスト。でもそれはしんのすけの日常にはほとんど関係がない。虫捕り、魚釣り、朝の体操、お姉さんとデート、ブリブリ走り回って DJ 体験、おばちゃんの恋のお手伝い、店の出前の御用聞き、空を行くロープウェイを眺めたり、列車の音に耳を澄ませたり、畑で野菜を作り、店の買い出しのお手伝いをする。見上げるような大きさの恐竜を本当に見上げていたら小さな城に連れ戻されたり、店の新メニューを考えながらチョコビを食べてカードをもらったり、絵日記、子供新聞記者、新聞社の成長、そして恐竜カードの収集と恐竜バトル。でもなぜか忙しくない、そんなしんのすけの夏休み。クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅。さあ、今年はゲームの中で旅に出よう。あれ、オラどこにいたんだっけ。プレイステーション。